こんにちは。2021年11月24日です。道の駅三笠にやってまいりました。今日ここに来ましたのは、動画のアップロードをするためです。ちょっと家でやってますと非常に、遅いもんですから、作りました、動画をここで、アップロードさせていただこうと。そして、車中飯、今回は鍋焼きなんですが、今回はと言いますか、言いましても、いつも、鍋焼きなんですが、車の中で、鍋焼きを作らさせていただきまして、そして一晩、車中泊しながら、アップロードして帰ろうかなというふうに思ってます。天気予報では雪ということです。24日の日は到着したんですが、まだ雪は降っておりません。しかしながら25日次の日ですね、朝起きましたら若干白くなっておりました。かなり気温の方もマイナスになったんじゃないかなというふうに思います。到着したのが午後の3時頃です。到着してすぐ SUV ヒーターを入れて、日が暮れないうちに撮影ということで、ぐるぐる回りました。まあ道の駅中心にですね、ちょっと長いの方にも入らせていただきまして、車の外を撮ってまいりました。それから車の中に入りまして、車中飯、今回は鍋焼きです。鍋焼きうどんをセブンイレブンで買いました。菊水のうどんです。4個セットですね。ちょっと値段忘れましたけど、4個セット。で、家から、ちくわと、長ネギ、そして卵を持ってまいりまして、土鍋で、麺味を入れて、ぐずぐず煮るということです。麺味の方は、約 40cc ですね。40cc の麺味に 150cc の水を入れて、まあ、あとは具材を入れて、ぐつぐつ煮て、それでいただくという、非常に簡単なもんです。今回は、まあ、作る工程は、とってもしょうがないなと思いまして、ただ、鍋の中に、入れて、それに火つけて、ちゅうだけですんで、今回は、ちょっとその辺は省略しています。それから、車の中、この後出てくると思うんですが、車の中の様子も撮影させていただきました。鍋焼きうどんを食べまして、そしてマットレスを敷いて、ゴロンと横になって、ウイスキーをちびりちび飲むということです。ウイスキーのボトルもですね、冷蔵庫の中にいて冷やしてあるんですよ。その関係でこうラベルがちょっと剥がれてしまいましたけども、まあいいかなということで、ウイスキーを冷やし、そして、水も冷やしということで、来てます。まあ今更この時期になりますと冷蔵庫冷やさなくても5度になってますよね。車に乗った途端にいきなり冷蔵庫入れたんですが、庫内温度は5度だということで、別にコンプレッサーが動いて冷やすこともなく、そのままの状態だということです。まあ、今回は、音楽を聴きながら、DVD を見ながら、そして Wi-Fi つないでということです。三笠の Wi-Fi は早いんですよ。ですので、アップロードし終わってから、今度はダウンロードで、何か動画を見ながら、ゆっくり、ここで、過ごしていこうかなというふうに思ってます。まあ、多分4時になりますともう暗くなりますんで、もう暗くなったらご飯食べて、さあ、酒飲みだということで、ウイスキーでも飲み始めるぞということで、やろうかなというふうに、思ってます。まあ、前に車も、まあ、ぼつらぼつら来てるんですけども、もう暗くなりましたら、断熱のシェードですか、それを、窓に、貼りまして、中に LED の電気をつけて、FF ヒーターで温まりながらご飯を食べて、そして食べ終わったらすぐマットレスを引いて、いつでも寝れるようなスタイルにしてから、ウイスキーでも飲んでみようかなというふうなことです。なかなか、これもいいですね。普段ですとこう走り回って、で、車の中では編集作業を忙しいことをやるんですけども、まあ今回は、まあ作ったやつをアップロードするだけだということで、意外と簡単ですよね。パソコンでこうアップロードさせながらということなんで、意外と楽してるんじゃないかなというふうに思いますが、こういう車中泊結構いいですね。本当にいつも車中泊となったら忙しい思いするんですけども、こうやってのんびり、音楽を聴きながら、外は寒いけども中は暖かいぞということで、ゆっくり、過ごすのも非常に、楽しいものが あります。まあ、近くでもできるということですよね。わざわざ遠くまで、出ていかなくてもできるということです。まあ、夏タイヤで走るんであれば遠くまで行くんですけど、もう雪もいつ降っても不思議はありませんね。
車を見ますと、遠くから車、まあ、北から来る車を見ますと、フロントにこう雪をたくさんつけてきてるんですよ。だから北の方は、かなり雪でないかなと思います。朱鞠内というところが、北の方にあるんですが、何回も行かせてもらいましたけども、新聞によりますと、そこを70センチの雪だということですね。この時期、70センチも降られたら、まあ、すごいですね。あそこは、まあ、もともと豪雪地帯なんですけども、いきなりもう11月の25日ぐらいで70センチ積もったということは相当な、雪ですね。私の住んでるところはまださほど降っておりません。しかしながら、まあ、スタッドレスでないと走れないよということです。まあ、バッテリーの方が、リチウムイオンにしたもんで、ちょっと軽くなったんですよ。で、いつもですと、コンクリートのブロック2個で済むんですが、ちょっと今回は滑るなということで、また足して、まあ、4つあるんで、4個にして、160キロぐらいですかね、後ろに、積んで走ろうかなというふうに思います。ちょっと80キロですと、ちょっとまだ軽いですね、後ろが。滑るもんですから、滑るっていうか、こう、まあ、トラクションコントロール働くんで、もうあと80キロ重くしてやれば、大丈夫ではないかなというふうに、思ってます。まあ、室内で横に、ゴローンとなって、まあ、電気をつけながら、ここの頃はスマートフォンで見てますね。以前はパソコンでこう、いろいろ動画を見たんですけど、この頃はスマートフォンで見て、スマートフォンからの音は、Bluetooth のアンカーのスピーカーの方から音を出してということです。今は見てるのは、007を見てますかね。プレミアム、Amazon プレミアムですかね。それを申し込んだんで、見れます。結構映画、いい映画たくさんやってますよね。以前見てたのは、ラストシップですか。ラストシップのシーズン1、シーズン2、シーズン3、シーズン、ファイナルシーズンまで、見ました。あれも、ラストシップもなかなか良かったですね。次何見ようかなと思って、いろいろ考えてはいるんですけども。まあ、今回はそういうことです。また、次の日になりまして、次の日の動画も、ちょっと外を撮らせてもらったんですけども、次の日は朝起きてこれ、7時頃ですかね、雪ですね。ちょっと白くなってましたが。まあ、意外と、雪はまだ少ないです。まあ、この時期ですからね、これからだんだん、たくさん降ってくるんじゃないかなというふうに、思ってます。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。